して山本太郎さんなんですけれども、現在韓国で撮影中で、このバトルロワイヤル 3D の公開を記念して急遽こちらに戻ってきていただきました。どうもありがとうございます。こんにちは。このためだけに戻ってきました。交通費は東映持ちです。本来なら、監督がここに立つべきところではあるんですが、まあ、ご存知の通り、7年前2003年1月12日に、亡くなられて、寂しい思いもさせちゃいけないと思って、監督連れてきました。お久しぶりです。久しぶりです。監督を連れてきたっておっしゃったんで、恐山からいた子でも連れてきたのかなと思ったんですけども。僕ら自体もガンだと、まあ最後の作品だと、だから、やらしてくれと、とにかくやらしてくれと。で、まさに太郎くんの件に関してもそうですけど、26歳をの子を15歳にして やらすということに対して、正直言ってプロデューサーとしては反対しました。はい、何を反対したんですか、太郎さん。はい、大反対。初耳ですよそれ。いや反対いたしまして、まあこれでやっぱり深作監督と大喧嘩いたしまして、太郎を下ろすんなら俺は辞めるぞと、そこまで言った深作欣二がいたと。もう死んでもいいと思いました。その言葉いただいた時に、死んでもいいというよりも生きたいと思います。逆ですね。バトルロワイヤル 3D の主題歌を担当されました土屋アンナさんです。生々しい、でもどこかちょっとエロさもありつつ、でも重い、でも美しいっていうのを、私も音楽で奏でるのすごい好きで、だから、まあ、歌詞とかも結構パン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 書いちゃって楽しめました。ありがとうございます。いい音楽ありがとうございます。仲間が突然殺し合わなきゃいけないという状況になるじゃないですか、うん、もしもですよ、うん、土屋アンナさんがそんな状況に置かれてしまったら、うんうん、この見た目だったらまず撃ってくる人いなさそうですけどね。あいつやめとこうぜみたいな。でも目立つから撃たれやすいんじゃないですか。そっかそっかそっか。犬とかになる。人間じゃないものになる。いきなりだってこうバーって来た時になんかさ、ワンワンとか言ったら撃てないですよね多分ね。なんだこいつみたいな。人間じゃなくなります。それが一番逃げられそう。